両チームの選手がピッチに入ってきました。ジナがどう見ると予想フォーメーションで良さそうですね。はい、はい、前半が始まりました。左エンド青のユニフォームが山形、右エンド白のユニフォームが長崎です。さあ加藤へのボール、加藤早めに入れてきた。ここはルアンのボールはハンナが奪って、ハンナシュート決まった。シンプルなクロスをね、はい、一旦長崎の選手弾くんですけど、はい、ルアン選手かな、ここで、まあ、ちょっと不用意な横パスでインサイドに入ってたこのサイ右サイドバックのハンダリック選手ですね、はい、がここにポジションを取ってたので、うん、もう完全にマークはなかった。あとはしっかりとゴール隅に流し込むっていうね、うん、まあ、ちょっとやっぱりこう試合の入りとしてはルアン選手のこうボール奪ってからのね、新里から中央長いボール、ここは南がボールを取るか、再び長崎ボールです。名倉インナーラップかけた、マイクマクロス入れてくる、おーっとゴール入りました。同点に追いつきました。長崎1対1、前半23分です。最後大外でルアン選手だと思うんですけど、はい、はい、名倉選手かなから内側を追い越した前熊選手から、あえてこれも中人数いたんでふんわりとした高いボールですよね、まあ、山形の選手たちはハンドじゃないかっていう風なアピールを今してますが、まあ今ルアン選手の左腕はちょっと気になりますけど、ここはちょっと今背中側からなので見えなかった。シンプルに富樫選手をこう使っていくっていう。中に入ってきた名倉、ビクトル止めました。カイオセザールが収めた、右サイドマイクマです。さあカイオセザールヒールでシュート、ルアン、これカイオ選手好きなこう飛び出し方ですよね。ルアンへのボールは野田対応です。ここで前半終了のホイッスルです。さあ後半キックオフです。エンド変わって左エンドが長崎、右エンド山形となっています。寄ってきた澤田とのワンツー、クロス入れてくる、シュートだ、うわー、おっとビクトル片手、秋野のミドルシュートでした。中央が後ろにそれますが、ルアン持ち上げてクロス入れる、再びルアンマイナスのボール、シュート、いやいいシュート。秋のカイオセザールに寄せていく、国分かわしました、カイオセザール、うー決まった、長崎逆転、カイオセザール弾丸シュート、今シーズン2ゴール目です。2対1、この、ね、横パスね、カイオセザール選手に国分選手来てたんですよ、はい、でそれをうまく感じながら、あ若干もうキーパーの手から逃げていくような少しカーブがかかったこの振り、はい、膝下の振りですよね、うん、これは取れないですよ。はい、ビクトル選手からしたら最初の蹴り出しのタイミングは、さあカイオセザルだ、ヒールでシュート、エジガルジュニオ、今シーズン4点目、長崎3対1、などでのこう縦パス、はい、まあカイオセザル選手がやはり得意の、ね、右サイドにちょっと流れていく中で、はい、こう先ほども見せたような、はい、澤田、最後がエジガルジュニオ、このコンビネーションは、ね、見事でしたね、はい、残して落として決めるだけっていうね、はい、こちらも技ありゴールでした。そろそろ時間がない、前線
日本熊本へのボールヘディングで返す。ここで試合終了の笛。長崎2試合ぶりの勝利、アウェーで掴みました。